国鉄十二景客車白樺白樺は日本国有鉄道東日本旅客鉄道が1983年から1996年まで保有していた鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。白樺1983年に長野鉄道管理局が長野工場で十二景客車を改造して投入した和式客車である。 1980年に、文字鉄道管理局にお座敷列車を導入して、以来、各地で導入が進められた12系改造の和式客車の一つで、10本目にあたる。各社に、長野県ほか中部地方各県の県下にちなんだ、愛称が付けられている。いずれも12系客車より改造されており、両端の車両は、スロフ12系800番台、中間の車両は、 オロ12系800番台である。全車両がグリーン車扱いである。以下、ないは車両の相性、内は9番号。スロフ12型は乗務員室よりの4つの窓が固定化され、貫通扉にテールサインが設置されている。オロ12型は出入り口がトイレよりの片側1カ所だけとなっている。外観上の特徴として12系改造の 和式客車で初めて外部塗装を地色も含めて完全に変更した点が挙げられる。それまで各地で登場した12系改造の和式客車はいずれも外部塗装は従来のままか帯の色を変更した程度であったが、白樺では地色がクリーム10号、窓周りと車体裾が黄緑6号という独自の塗装が施された。この塗り分けは 長野県の山々の夏と冬をイメージしたものである。スロフ12系の固定窓の部分は、リクライニングシートを配置したうまで、他の客室はお座敷構造の和室となっている。長野運転所に配置され、主に長野地区の団体臨時列車として運用された。国鉄末期の1986年夏に、窓周りと車体裾の緑が緑14号に変更された。 1987年8月にリニューアルされた。外部塗装はモスグリーンチ、窓状に赤色、金色の帯、倉庫に黒色、金色の帯を入れた塗装に改められた。洋間は改装されてソファーやシャンデリアが設置され、各社にレーザーカラオケや大型冷蔵庫などが設置された。1995年に14計客車を改造したロマンが 老朽化に伴う代替として登場し、翌1996年3月に廃車となった。ありがとうございます。